沖縄大公益会。2013年沖縄で日本全国の特産品とアジアのバイヤーを集めた食品商談会が始動しました。背景にあるのはアジアの主要都市まで4時間圏内という沖縄の地の利、そして日本各地から集荷した貨物を翌日にはアジア各国へ届けることのできる輸送ネットワークがあります。日本全体のまさに、中心としてですね、沖縄がこれからまたしっかりとですね活躍していただけるものと私は確信しております。自慢の品を売り込むのは北海道から沖縄までおよそ130社。大公益会にはこの沖縄を拠点に日本全体の食品輸出を活性化したいとの狙いがあるのです。熱烈な歓迎を受けるのは商談会の主役、買い付けを行うバイヤーたち。中でもアジアを中心に16の国や地域からおよそ80社という海外バイヤーの数は国内最大規模です。そして商談会がスタート。沖縄で和牛を生産する島袋さん、商談の相手は香港のバイヤーメイさんです。これまでも海外での商談会に参加してきた島袋さん、実はメイさんともこれが4回目の商談ですが、制約に至ったことはありません。この日ある作戦がありました。もともとは何グラム？こちら150です。じゃあ150。はい。で、メイさんからお話いただいて、こちら120まで持ってきたんですよ。前回、味の良さは評価されたものの、価格が高いと指摘されたハンバーグ。肉の分量と部位を調整し、価格を抑えて勝負をかけます。ところが、こうしたやり取りも世界中の人、物、情報が集まる商談会ならでは。流通がもっと大きくなる、ハブ事業もそれ一つですけど、今回のようなこういう商談会があることでこうマッチングがやっぱり増えていくっていうのはすごいメリットと思いますよ。こちらは兵庫県からやってきた向井さん。商談相手はインドのバイヤー。日本の珍味に興味津々な様子です。 Very nice. First time. 初めて食べました。これは自分とこの工場で今作ってる、実は試作品です。これを本来商品化しますので。反応は上々。メールでのやり取りを約束し、今後のビジネスへとつなげました。非常に効率的で、具体的で良かったと思います。I think it could be a big, I think it could become an annual event. 商談会も終了の時。2日間の商談は1800件以上。こうして大公益会は、幕を閉じて、おや？商談が終わっても新たな試作品で再チャレンジする島袋さんたち。試食の連続でお腹がいっぱいというメイさんも2人の熱意に笑顔を見せます。こうして幕を開けた沖縄大公益会。日本とアジアのビジネス拠点となることを目指して、沖縄の挑戦は続きます。